こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。今や電子戦となりつつある中東で米軍駆逐艦が電子攻撃を受け航行不能になる事態が起きたことは記憶に新しい。しかし、この電子戦他人事ではない。今や、機器はコンピューターとなりアナログ操作する必要はない。そんな中日本でも検討している電子攻撃機の開発が急がれる。現実的なことを考えると、C2 輸送機を電子攻撃機として使用。今や、その必要性は急がれることとなる。では、その C2 電子攻撃機の部分を紹介していく。航空自衛隊の新戦力となるのか C2 輸送機改造型の電子戦情報収集機。今や、防衛には、情報をどれだけ収集できるかが鍵を握る。少し前の話になるが、およそ2年前の2018年2月、航空自衛隊が採用している C2 輸送機をベースとした試験用の機体が、同隊の岐阜基地で、公の場に姿を現したことが報じられた。この機体は、川崎重工業が防衛省と計画、製造し、2016年から運用が開始され現在11機が存在している C2 輸送機に近年の電子戦に対応するための情報収集機能を付加した試作機だ。現在航空自衛隊が実戦配備している電子戦情報収集機、太平洋戦争後に初めての国産の旅客機として開発されたプロペラ機に、その機能を持たせた YS-11EA-B 電子偵察機を代替するものといえる。すでに老朽化の著しい YS-11EA-B 電子偵察機を後継する機体として、この C2 輸送機改造型の電子戦情報収集機は登場したのだが、その重要度を鑑みれば遅きに失した感も否めない。ちなみに、海上自衛隊では、こちらも有名な追戦哨戒機 P3C を多数保有、運用しているが、これらの中に EP-3 電子偵察機と呼ばれる機体が含まれており、広い日本の領海防衛の任務に従事している。そして、この海上自衛隊の EP-3 電子偵察機も、P3C 対潜哨戒機を P-1 哨戒機に代替するのと並行して、同機をベースとした電子偵察機の開発を製造元の川崎重工業は、提唱している状態にある。こうした電子戦機の開発も航空自衛隊と海上自衛隊相互に、個別で行うのではなく、統合したプロジェクトを実施すればいいのではないかとも感じるが、実現は難しいということなのだろう。さて、C2 改造型の電子戦情報収集機であるが、防衛省の報告によれば、同機は敵の放つ電磁気の信号を収集するだけでなく、それらを妨害する能力も備えた電子戦機という側面を持つ。この電子戦用の機器が実装された C2 改造型の電子戦情報収集機は、ベースとなった C2 輸送機と比べて機種をはじめ胴体部分が複数箇所膨らんでおり、外観上からの識別も容易なものとなっている。ことに C2 改造型の電子戦情報収集機はその大きさが、YS-11EA-B 電子偵察機に比して巨大なものとなっており、同機の最大離陸重量が24トンであるのに対し、141トンと実に5倍以上もの大差がある。
この最大離陸重量は、海上自衛隊の EP-3 電子偵察機でも56トンに、過ぎないので、C2 改造型の電子戦情報収集機がいかに巨大であるかを物語る数値と、言えるだろう。C2 改造型の電子戦情報収集機が搭載する電子機器は、日本を代表する三菱電機や東芝と共に防衛庁が開発したシステムであり、様々な方式に対応した受信技術を中核としたものだ。こうした電子機器システムを最適化するために、ベースの機体としても、全長が 43.9 メートル、前高が 14.2 メートル、横幅が、44.4 メートルにも達する C2 輸送機をさらに拡張した形状となっている。ただし、同種の電子戦情報収集機の世界的な標準としては、民間用の大型ビジネスジェットをベースにする流れが主流となっており、C2 輸送機はいささか大きすぎるという指摘もあるようだ。その点からすると、三菱航空機が開発中のリージョナルジェットである。MRJ70 が寸法的には最適であり、海上自衛隊用の新型の電子戦情報収集機にはこちらを押す声も多くなっている。航空自衛隊がテストしている電子機器システムは、今後の技術的な進歩で、物理的にもさらに小型化される見通しにつき、MRJ70 の機体容積でも12分に搭載することが可能と目されているようだ。こうした大型ビジネスジェットを電子戦情報収集機のベースとして用いた。代表例としては、イギリス空軍がすでに2008年から導入を始めたレイセオンセンチネルを、上げることができる。このレイセオンセンチネルは、ボンバルディア製のビジネスジェットをベースとした機体で、全長が 30.3 メートル、最大離陸重量が 42.4 トンというコンパクトな電子戦情報収集機だ。レイセオンセンチネルも、ベースの機体と比較すると、操縦席後方の上下には、電子戦情報収集機特有の張り出した形状が、見受けられるが、C2 改造型電子戦情報収集機と比較すれば、スマートに見える。すでに、イギリス空軍は、このレイセオンセンチネルを5機実戦配備し、運用しており、同機は、この寸法にもかかわらず C2 輸送機と同等以上の約 9250km に及ぶ長大な航続距離を誇っている。ちなみに、昨今の日本では武器輸出三原則からの変化を受け、ベースとなる C2 輸送機も海外輸出を目指す動きが報じられており、アラブ首長国連邦やニュージーランドの国名が挙がっていた。ただし、こちらも、他の兵器同様にコスト面がネックとも言われており、2020年時点で、ニュージーランド国防部は、別機種の採用を決定。やはり、日本からの武器輸出のハードルは高いと言わざるを得ない。